イスラム圏の女性の服装では、イスラム世界及びムスリムの女性の服装について、記述する。イスラム教の聖典クルアーンによれば女性は、顔と手以外を隠し、近親者以外には目立たないようにしなければならない。ことから、保守的なイスラム社会では、女性は頭を含めた体を隠す服装をすることが、多い。現在、イスラム世界で使用されている女性の服装には、以下のものがある。 欧州各国にも移民等によって、ムスリム人口が増えるに従って、上記の服装をするムスリマが増加している。各国は、女性の権利擁護、政教分離の立場、治安上の要因を建前として、何らかの規制を始めている。フランスでは、来しての観点からブルキニに、禁止令を出す自治体がある。それに対し、自らの意思で着用している女性が、 圧倒的多数派だと主張し、心境の自由を犯しているとの批判も存在する。ムスリム・ムスリマの予想アーカイブ、モンド・ムジルマン、ケル・エル・スタイル、コンビナブル・ポア・レ・ファムズ、クリエ・インターナショナル2014年2月5日、ありがとうございます。